え、<laughs> ちょっと待って <laughs> いいすごい話が今回さあ始まりましたかね今回は第8話かなうん 先週は夢の中でね、ちょっと触れ合うことができて、逆にそれがまた切なかったりもしたけども。うん、ここなんか今回変わったね。いつもこんなんじゃなかったよね。もっとなんかお母さんとかの映像が出てきて、あれそんなじゃなかったっけ 今週からあれ先週もあんな始まり方だったっけいや。ちょっと自信ないな <laughs>。今週からかなけどなんか新しくなった気がします。ってことはオープニングの映像も変わったのかそんなことはないここは変わってなさそうだね。いやーけど、今回確か8話だよね、もう。 いや、いや、も、ま、う、あ、さ、もう本当にあと4話くらいで終わるわけじゃん。いやそう考えるとやっぱ、このコンクールで何か解かれるみたいなことはないんだろうな。呪い的なもの、ヒントとかがさ。いや、いろんな魔女とかは出てきたけども、まあ、原作も続いてるだろうしな。ってなると、これが2期があるのかどうかなんだよね。 もうどれくらい今人気があるのか。そこなんだよな、ね。ここまで見ておいてさ。いや、もう、ぼっちゃんの呪い解けるとこ見たいじゃん、アニメで。僕としてはこのアニメ応援してるんで、見たいんだけども。ちょっとどうなんだろう、作れる。さあ、八話だね。やっぱ、白い雪、黒い服。うん。なんだろう。 文字を習ってんのあ、しかもロブに習ってるんだ。てかそこで詰まる。<laughs> まだ三つ、四つ、四文字目だよ。うん。カフよ。ああ、そういう感じなんだ。<laughs> こんな感じになりたいのね。しかも今 G までしか書いてなかったけど <laughs>。そしたらそれを、なんかすごいにこやかな目で。えサーカス ああ、あれか。うん、手品ってことになるのか。確かに、それはいいね。お金も稼げて。怪しまれず。うーん。いや、意外とロブ、あれなんじゃないスパルタだったりするんじゃないそんなことないかな。そこ、着眼点。<laughs> 最近、どのって聞かないもんね。いいよね、どの。ん誰だあれちょっと待って。これ初めてじゃない出てきたの。ちゃんと顔まで。しっかり、声も。いやー、もう一人の家族。ウォルターって言うんだ。いや、またあれでしょどうせビ、あれ、ロブンとこ行くんでしょピエラは。 だよね。呪われた長男だから、おっちゃん、ウォルター、ビオラなんだ。いや、いいよ。<laughs> ビオラにはこういう感じであれなんだ、扱われてんだね。うん、あ、結構メインヘラなのかな キャラとして。いやいや、ちょっと G みたいだぞ、動きが。ほう。えー、何もない男って、ひどいね、ちょっとそれは。<laughs> 話全然聞いてない、ね。<laughs> めんどくさいね、確かに。プライドは高そうだけど。 あ、そんなかかるの重複で4時間うん。<laughs> いや、何それもう重症だね。次男コンプレックスなのかなあの男を慕っているのか、ロブなのか。 <laughs> なるほど、中立なのね <laughs>。いや、素直だね、自分の気持ち。うん。いや、お母様気づいてるよね。今までの。え <laughs> いや、ひどいね、今の一言あ、お母様。ちょっと、顔、いよいよ映んじゃないお母様。ほら映りそうあ、映らない とりあえず今週はお兄ちゃんだけかな。いや、なんかちょっかい出してきそうなんだけど。<laughs> カフがいる。<laughs> まさかの。うん、ここは初対面か。いや、初対面なんだけど、あれだね。いや、自分ち <laughs> ああ、そうなっちゃう。 ま、確かにお互いにちょっとあれだね。えあ、確かに、ザインに似てるかも。泥棒ではない。どちらかというとやばいやつ持った魔女。いやー、もうちょっかい出さない方がいいよ。いやいやいや、普通の女じゃないぞ。大丈夫かこれ。えいや、まさかのポヨンかよ。<laughs> いやいや <laughs>。おっ。 おい。<laughs> いや、そうなの。<laughs> そんな情報ありがとう。お母さん絶壁なんだね。遺伝だ。<laughs> いやカフ、全然違うぞ。うん,ん今度はえ、またおっぱいじゃんけど、買おう。<laughs> いや、カフは全然けどあれだね。いや、すごいことになって。ブリンブリンしてるけど。<laughs> いいね。え何いや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 何してんのいや、マウント取っての高速。どういう、<laughs> しかも寝るのこれで。寝れないだろ上に人がいたら。うん。そっくり。 ネクラ、あ、それは、あ、坊ちゃんのことか。うん。にやビオラ。え、かい,いんだけど、ちょっと。そして、そんなこと言ってる間に来たね。え、そして、すごい構図。<laughs> いやもうみんな言っちゃったよ。<laughs> いや、<laughs> で、ごめんねって言ってる坊ちゃんほっといてのロブなんだね。うん。ちょっと、<laughs> いい言い方、言い方ひでえ。いや、カフ。うん。んなんだえ何してんの ああ、さっきマウント取ってた時についちゃったのかなよかったね。誇り続きえ <laughs> いやいやびっくりした。まだバリーンってやって飛び出ちゃうのかと思ったよ。うん、かわいい。ああ、狙ってんのかなロブンも。あえて。わかっててさ。さああ、これで雪かな白い雪。うん。あ、チェスしてる。 ああ、何仕事が少ないとかそういうこといやいやもうそれだけで効果抜群な気がするんだけど。いや、そんなことしないだろ、ぼっちゃんは、絶対。え そんな <laughs>、してないんだね <laughs>。うん。別にそんな賭けでさ、条件つけなくても脱いでくれそうだけど。あ、えなになにえなにその表情どういうこと何があったの思い出したくないような顔してたけど、ぼっちゃん。なんだえ えあああれかなっちゃってから今末期の時なんだこれが。ああけどそれでもこのローブ。いやーローブー。そばにいてくれたんだね。こんな部屋見てもさ、躊躇せずためらわず気にせず入ってきてくれるローブ。 そして、アリス、これが黒い服か。ああ、坊っちゃんすさんでんな、マジで。結構厳しい。うーん。ああ。 いやーこんな出会いだったんだ。再会というか。<laughs> 俺今、早速これやんのかと思ったわ。一瞬。<laughs> 失礼、うん。いや、アリスも全然この様子見てもあれだね。ためらわないね。うーん。 え <laughs> 出た許可出たかい <laughs> いやけどロブさんナイスだね。可愛い,いね、このアリスも。ちょっと若い。まあ、こうやって少しずつ寄り添ってってくれてたん。出てこなかったよ。くれたんだね。 少しずつその心を溶かしていくというかさ。いやー、まあけどこんなんなるわな。あんな呪いがあったら。いや、またこの家がさ、ただ裕福なだけ良かったよね。あんな閉じこもってても一応生きていけるわけだし。普通あんなことしてたらね、もう生活費稼げなくて死んじゃうし。 いやーこの二人、いいなあ。なんか無理強いもせずただそばにいてくれるっていう、この感じがあったかくて。ああ、ロブはこの家に長いからね。なんだかんだいろいろ知ってんじゃないかな、実はロブ。うん。 うん。あ帽子。華やか。黒いのに。うん。<laughs> 確かに、そこは華やかだね。もう、どうにもできないしといや、ちょっと、横顔、今の。うーん。 アリスですっていいね、今の開始で、どんなに言われても、ほら、もうめっちゃそばにいる。何があってもね、どんな言葉浴びせても、ずっといてくれたんだね。うん いや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 、そんなうーんいやもうで、ね、ちょっとこんな返しできる やばっいやー、アリスいや。なんだかんだ言ってこうやって手袋してね、おっちゃんも。あーけどやっぱ扉閉めればね。あー、なるわな、少しは。うん。 どお,お、自分からいやあ接し方がプロだわ、もう。なんだあ、掃除しろってことかななんか無茶とかを言って、ああ、やっぱりそういう感じだ。こういうことを言ってね。 うんええー、もう、もう、やめてあげて、ぼっちゃん、ちょっと。事情は組むけど。うん、アリス。あ、こんな感じだったんだ、二人の。 んまだ触れた頃ね。いつかまた体温感じてもらえるといいけど、アリス。やってのけたんだろうな。いやけど手ボロボロなんじゃない多分。あ、一日えー、すごい。寝ずにやったのかな。 うん。いやー。え、ちょっとこの話、すごいいい話だね。今回、8話。白い雪と黒い服だっけ。いやー。 音楽もすごい。いや、抱きしめてあげたいところだけどね。そばにいてあげることしかできなくて。ああ戻っちゃった。ああいうのがあってのはさっきの表情だったんだ。えそんなのもあったのまだ。 ええー、あれで、まだ、そんなことするんだ、坊ちゃんも。まあけど、これも、優しさがあれなんじゃないのちょっとあってなんじゃないの迷惑かけたくないっていうか、もしもの。うん。ああ、これ魔女だね。 いやあ、これ <laughs> ね解決して終わってくれよ。<laughs> ねえ、オリジナルのエンドでもいいから、とりあえずスッキリ終わらせて。もし2期ができないなら、2期がやれるんならいいんだけどさ。 やけど来てくれんじゃないまたアリスとかロブが。うーん。いやけど今ではね、諦めずに生きた結果、今ではいっぱいいるじゃん。賑やかに。うーん。うーん いや、これはどうなるんだえいやいや、積もっちゃってな、雪、顔に。え来てくれんじゃないけど、触れないしね。あー、今のいいな、上からの描写。いや、ちょっと、ちょっと、ち,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 ちょ、ち <laughs> ょ、ち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 ょ、 ああ、ほら、やっぱ手、ボロボロじゃんか。いやめっちゃいい話私。<laughs> やば。<laughs> ハあやばえちょっと待っていいすごい話が今回 <laughs> やべえ、ね、音楽もすごいいいんだけどうーん あロブも外に探しに行ってたんだね、この格好。いや、どうなの <laughs> すげえ面白いじゃん、今回。チェックメイトだね。チェックメイト、チェックメイト。<laughs> おい、おい。 うん。いやー、あんなのほんと好きにならないわけがないよね。うわ、エンディングの入り方。おしゃれ、今回。てか、今回の、まじでストーリー、曲、の見せ方、めっちゃ良かったわ。ええー。 いやもう、アリスのあの、海外しい感じ。いいね。けどあの、扉閉めた後は風みたいになってるところとかさ。何も言わないけど手があんなになってるところとかさ。好きにならないわけがないよね。あんなことされて。遠くに行けとは言えないよ。あんなことずっとされてたら。 いや、こういう風に二人が出会って、今一緒にいるんだ。いや、めっちゃ良かったわ。<laughs> 泣いちゃったじゃん、もう。<laughs> まさかの8話、8話とかで来るんだね。そういうのね。いや、なおさらやっぱ見てえわな、これ最後まで。なんか、ラスト終わり方とか衝撃の展開とかないかな。で、なんとか2期繋げてくれるといいんだけど。 最後まで追いかけ、追っかけたいなぁ。この二人の、そのや行く末っていうか。 聖夜の誓いえクリスマスなんだろうね聖夜って。でやっぱいよいよ後半に入ってくるから物語が、ちょっとシリアスな展開だったり、ヘビーなお話だったり、この二人がちょっとね、距離が縮まるようなお話だったり、そういうのがね、いよいよ出てくるって感じもありそうですね。<laughs> はい。というわけでね、今回、死にない坊ちゃんとこのメール見させていただいたんですけども、皆さんの今週のエピソードに対する感想は、英語のエピソードに対するコメントお待ちしております。以上、動画を2つご紹しました。バイバイ。